アフリカに住む大蛇とはニシキヘビのこと、通称パイソン。毒こそありませんが、大きな口で獲物を丸飲みにしてしまう習性があります。この地域の人々は昔から貴重な動物性タンパク質である大蛇の肉を得るために様々な工夫を凝らしてきました。こちらのハンターは動物や植物の匂いを混ぜた秘伝の液体をまんべんなく足に塗っています。そして足を保護するためにその上から布切れを巻きます。大蛇ハンターのウルトラアイテム、足。でもって、その足をどうするんですか？足は大蛇の好物の匂いがプンプンしてます。え、ひょっとして大蛇のいる穴の中に足を入れるんですか？あ、入れちゃいました。一体どうするんですか？食いつかれちゃいますよ。でも実はこの自らを餌にした命がけのハンティング、餌にする動物の肉もない貧しい土地だからこそ考え出された人間の究極の知恵なんです。待つこと1時間。お、穴の中に動きがあったようです。足に大蛇が噛みついたんでしょうか？その時ハンターから合図がありました。そろそろいいぞ、引き上げろ。よし、引っ張れ引っ張れ。仲間がハンターを穴から抜き出しました。と、足の先に大蛇、しかも膝まで飲み込まれています。噛まれた後しばらく待っていたのは、蛇を引きずり出すために完全に膝まで飲み込ませるためだったんですね。しかし少し間違うと命取りになりかねない超リスキーなハンティング。この後大蛇の全貌が明らかに。大蛇を足で釣るウルトラハンター、まさに命がけのハンティング。放っておくとハンターが全身ごと大蛇に飲み込まれてしまうことがあるんです。しかし一旦飲み込んだ足を大蛇はなかなか諦めません。強い力で締め付けられているハンターの足にも限界があります。大蛇との格闘は30分。引きずり出した大蛇の体長はなんと3メートル。しかしもっとすごい方法でもっと巨大なヘビを捕まえるハンターがいると聞いて探し訪れました。